民の皆様からいただいたさまざまなご意見を重く受け止め、今後に生かしてまいります。また旧統一教会との関係については国民の皆様の声を正面から受け止め、説明責任を果たしながら信頼回復のために果敢の取り組みを進めてまいります。저희는 축복받는 당신의 이름을 알아보고